どうもみなさん、こんにちは。アイビスサです。今回は Azure AD のテナント間同期についてやりたいと思います。例えば、テナント間でコラボレーションするときに、招待をするっていうのがめんどくさいときってありますよね。100人も200人も招待しなきゃいけないみたいな状況があったとき、皆さんどうするでしょうかね、PowerShell スクリプトで組むのかなとか、ね、向こうでユーザーが作られたっていうことを 検知して何かこっち側に自動招待する仕組みをどう作ろうかなとか向こうの方で部署が変わった時その情報を取り込みたいな向こうでユーザーが消された時自動でこっちからも消したいな結構これ考えると難しいでですすよねうんそうなんです企業が合併した時とかにもうねほとんど同じテナントの中だみたいな感じにしたいんだけどもそれぞれ AzureAD を持ってたのでまあそれぞれの AzureAD を活かしつつでも インバイトで招待してお互いにやろうでもその仕組みを作るのが大変だなそんなことがあったわけなんですねでそこに登場したのがテナント同期ということでついに来たやっと来てくれたっていうですね声も多く聞かれるわけなんです今日はテナント同期について実際に動画しながらやってみたいと思いますでこのチャンネルではこんな感じで Azure AD のことですとか Microsoft さんの符号の話ですとか Azure の話ですとか。 はたまた Windows の話、Windows サーバーの話ですとか、あるいは PC に関するちょっとした tips ですとか、Excel とかもやりますしね、Word なんかもやりますし、はい。様々な、そういう Microsoft さんの技術系の話を知りたい SIR の人、CIR の人、そしてちょっとパソコンに詳しくなりたいパワーユーザーの人、こういう人たちに向けた情報を継続的に発信してますので、よろしければチャンネル登録の上で最後までご覧ください。では、やっ いっていきましょうまず今回はですね2つのテナントを用意してあります AzureAD テナントよいしょこれ AzureAD ですちょっと下手そうですけど <laughs> はい Dev1 っていう AzureAD テナントと Dev2 っていう AzureAD テナントを用意しましたで今回は Dev1 から Dev2 の方に 同期をするという構成をしていきたいと思います。で、デブ1の中に、まあ、ユーザーがいるわけですね。これはユーザーです。誰がなんと言おうとユーザーです。はい。で、これらのユーザーの同期してほしいよっていう対象をこう選べるんですね。これら同期してください。まあ、この人は同期しなくていいや、みたいな、そういうことが選べるんですけど、そうすると、この人たちが、えいと、こっ違うにですね。ゲストユーザーとして作成されるということになります。 ことはひも付いててるってことですねで通常招待するとこの招待された人にはメールが飛んでこっちの組織を信頼しますか大丈夫ですか信頼できなかったらボタン押さないでねみたいななんかそういうのが出てくるわけなんですがそういうことがですねいちいち出すと面倒くさいのでそれも出さないようにしつつまあそれ出さないようにしないとテナント登記できないんですけどしつつまあこっちのねデブ2の方からは これを受け入れるっていうことをしますし、デブ1の方はこうやってこのデブ2のテナントに出ていくっていうことを許可しますし、さらに、まあ、デブ1に関しては、このデブ2の方のテナント同期を許しますみたいなことをするわけですね。こちら側にこうアクセス設計みたいなことをしてあげて、デブ2のアドミニユーザーの人が、こちら側のユーザーの情報を見れるようにしますみたいなことをするわけです。やるのはまあ、ある意味ではこれだけですね。では、実際の画面をちょっと見ながら、 やっていきましょうはい左が Dev1 右が Dev2 左から右に同期をしていきますねで今回はすでに設定がしてありますしてありますのでそれを見ていきましょうまずテナント同期っていうのがここにありますのでこれをやっていくんですがこれをやるための前提条件みたいなものがこのエクスターナルアイデンティティーズっていうところにありますのでそちらから見ていきましょうエクスターナルアイデンティティーズ ここは Azure AD で外部の組織とどんな感じで共同作業しますかあるいはしませんかどことならしますかとかですね。そういうことを構成できるような場所なんです。で今回のテナント間同期に聞いてくるのは、このテナント間アクセス設定っていうところですね。はい。テナントの間。テナントっていうのは Azure AD のテナントって意味ですね。Azure AD のテナントの間で どんな感じでアクセスを許可しますか？禁止しますか？そんな設定がこちらにあります。すでに設定してあるんですが、まあ初めに設定すべきなのはこの規定の設定ですね。この規定の設定っていうのがこう。全てのドメインにまず効いてくるような。そんな感じの設定になっていて。で、組織の設定ってやると特定の組織はこういう設定にします。っていうですね。あの特別扱いしたいものをここに書くみたいな感じになっております。 でこの規定の設定を見てもらうと受信アクセスの設定と送信アクセスの設定というのがありますなので受信アクセスっていうのは受け入れる方ですね他のテナントからこのデブ1っていうところに来るそういうコラボレーションを許可するのかブロックするのかそういう設定がコントロールできるわけですねこれ以前はこういうコントロールってできなかった時代があってですね 外部から招待された時に、もうそれは、ユーザーが OK ってメールのボタンを押したらもう、絶対コラボレーションできちゃうみたいな状況があったんですが、それはお互いにですね。でもそれをコントロールすることができるようになります。特に送信アクセスの設定ですね。こちらができるようになってます。どこからか、外部の Azure AD テナントから組織の内部のユーザーが招待を受けた時に、その B2B のコラボレーションを許可するのか、しないのか。で、ユーザーとグループなのか、外部アプリケーションなのか。 それらが許可するのかブロックするのか、はい、そういうことをですねできるわけですね。コラボレーションの話もあるし、直接接続の話もありますということですね。で、まあ、規定の設定は今回はあまり気にしなくて大丈夫です。なぜなら、テナント間同期っていうのは、さすがにこう全世界とか全部テナント同期するぞっていう話ではなくて、特定の組織と同期するわけですよね。なので、組織の設定の中でお互いに この Dev1 の方は Dev2 っていう組織とはどうするか、Dev2 の方は Dev1 っていう組織とはどうするかということをコントロールするわけです。で、この組織の設定で受信アクセスと送信アクセスがそれぞれあります。で、この図を、この汚い図を見てもらうと分かる通り、Dev1 からは送信側ですよね。Dev1 から Dev2 に送信するときの設定を Dev1 側ではすると。で、Dev2 の方は Dev1 から受け入れる受信側なので、 受信の設定をするお互い Dev1 では送信の設定 Dev2 では受信の設定っていう風になるわけですね。というわけで Dev2 に対して Dev1 側で送信のアクセス設定が構成済みになってます。そういうことですね。で Dev2 の方では Dev1 に対して受信アクセスが構成済みになってますということです。で送信アクセス受信アクセスは規定値。 を継承しているので、まあ、規定値のままっていうことですね。まあ、ここは変えても変えなくてもどっちでもいい。関係ない。テナント同期にはということになります。では、まず、Dev1 の送信アクセスのところ見ていきましょう。これは送信していくわけなんですが、この B2B コラボレーション、B2B 即接接続っていうのは、まあ、今回のテナント同期では関係ありません。関係があるのは、この信頼の設定ですね。はい。ここです。同意プロンプト。 この設定では他のテナントでもこの設定を確認している場合のみ同意プロンプトが表示されなくなりますとなっておりますが、これお互いにやってくださいねって意味相互にやってくださいねって意味で、ここですね。自分のテナントのユーザーが他のテナントのアプリとリソースにアクセスするときに同意プロンプトを表示しないようにする。そうですね。この同意プロンプト表示しなくていいよっていう設定がここにあります。で、これにチェックをつけるということですね。これが一つ。そして、 こちらの受信側のドメインの方は受信アクセスを構成していって、こっちの方が重要ですね。このテナント間同期。はい。受け入れるということの中で、テナント間同期。ユーザーにこのテナントへの同期を許可するという設定があるわけです。これ、送信側にはこのテナント間同期っていう設定はないので、気をつけてくださいね。これ、なんでかというと、 これテナント管同期って結局どっっち側ののプロセスなのかっていう話だと思うんですよねこっち側がこちらがデブイチ側のユーザーを見てこっち側にユーザーを作るっていうノリなのかこっち側主体のノリなのかデブイチ側がこっち側のユーザーの情報って、まあ、自分の組織の中の情報を相手の方に書くみたいなそういう意味合いなのか、まあ、どっちなのかってことだと思うんですけど、まあ、この設定を見るに。 このユーザーにこのテナントへの動機を許可しつつこのテナント間動機の設定って Dev1 の方でやるんですよね、まあ、やるんですこれから見せていくんですけど Dev1 の方でやるんですなのでプロセスの主体は Dev1 送り出す側の方が自分たちの自組織のユーザーを許可をもらってる デブにっていうか外部組織に対して書き込みに行くみたいな,なんかそんな感じになってるんじゃないかなというのが私の推測です。これすいません、推測です。多分合ってると思うんですけど、デブ1の組織のプロセスがデブ2側に書きに行く、その時に書き込み権限が要りますよね。で、このチェックボックスはその書き込み権限を出しますよみたいな、なんかそんな感じなんじゃないかというのが私の理解です。 まあ仮説というか理解というか。まあ今のところ動き見るとそれで理解として別に破綻はしてなさそうなので、そういう理解に私の中ではしております。ちょっとこれ間違ってんじゃないかっていう方がいたらですね、ぜひコメントで教えてください。多分合ってるんじゃないかというレベルで考えております。はい。そして、信頼の設定。こちらもですね、同じ設定です。DOI プロンプト。他のテナントのユーザーが自分のテナント内のアプリとリソースにアクセスするときに DOI プロンプトを表示したいようにするっていうのは同じようにつけます。 これね、自分のテナントのユーザー側あってのと他のテナントのユーザー側あってうのこう入れ,入れ込んだってんですね。まあね、送信側と受信側の設定ですから、まあまあ、なるほどねという感じだと思うんですが、はい、お互いにこれ同意プロンプト表示しなくていいよってしといて、で、こっち側はこう書き込んでいいよっていう設定をつけとく。これでその前段の設定ですね。前段のアクセス権設定といいますか、そういうところは OK という感じになっております。 ではということでデブ2の方はもうあとはやられるがままなのでこれでもうおしまいですねでデブ1の方で前提条件整いましたのでテナント間同期こちらを実装していくということになりますで構成を見ていきましょうで今回はこのデブにビスドネット n e t への同期っていうのをもう作ってありますのでこの中身を見ていきたいと思います はい。これは構成済みなので、あとはもう開始とかっていうふうになっているわけなんですが、まあ、構成に関しては、この左側のですね、ところでやっていきます。このメニュー紹介しておきますね。まず、要求時にプロビジョニングっていうのがありまして、これはテストするっていう設定です。特定のユーザーあるいはグループを選択して、今ちょっとテストで、テストでじゃないのか、実際にちょっと同期してみてっていうですね、そういう感じの お願いができるような、そんな場所になっております。まあ、本番で普段使うっていうよりは、その構成した後にちょっと一人やってみるとかですね、そんな感じの場所だと思っておいてもらうといいと思いますで。管理の方にはユーザーとグループっていうのがあります。これは、どのユーザー、どのグループを動機の対象にするかということを設定する場所です。今は、 直接3人のユーザーを入れてるんですけど、まあグループ入れてもいいですしという感じですね。これにアプリケーションのアプリのロールにユーザーとグループを割り当てますみたいな感じになってまして、まあこれ自体がなんか一つのアプリケーションだ。テナント間同期っていうアプリケーションなんだみたいなノリになんかなってますね。ちょっとこれ読むと混乱する表記になっていると私は思うんですけど、 はい、まあでもこれはユーザーとグループを指定することによって対象になったユーザーあるいはグループメンバーがテナント同機の対象になりますよっていう場所です、はい、で実際はこのプロビジョニングですねここがまあメインの設定箇所ということになります、まあ、プロビジョニングモード自動なのか手動なのかっていうのもあるんですが今自動になってますねで上から見ていくと管理者資格情報っていうのがありまして まあ認証方法がテナント間同期ポリシーということになってます。で、これ1個しかないので、まあ、後から増えるのかなっていう気もしますけど、まあ、先ほど設定したこのエクスターナルアイデンティティのところで設定を出したというようなことですね。まあ、このテナント間アクセス設定のところで、お互いにこう設定出しましたよね。で特にこのテナント間同期、 で、この同意を許可するっていうところの、まあ許可をですね、まあ主に見ていくで。あとはその信頼の設定ですね。あとこれですね。この同意のプロンプトのところがちゃんと押されてる。これ相互にというところをチェックしに行くような感じになってます。で、どのテナントでやるのかっていうのを ID で指定してテスト接続ってやると、 まあ、ここの設定、こ,この設定とかですね。はい。ここら辺をちゃんとチェックできてるかどうか、設定できてるかどうかをテスト接続して。はい。ちゃんと資格がありますよというふうに出ましたね。はい。で、これがちゃんと成功していることをここで確認してくださいっていう感じですね。で、マッピングというのがあります。これも一つポイントで。 こっちのユーザーからこっちのユーザーを作る時にどの属性をどのようにこっち側に書くかっていうことをかなり柔軟にコントロールできるようになってますその設定をここでやるんですねまあ属性のマッピングでまずソースオブジェクトスコープっていうのがありますすべてのレコードってなってますけど、まあ、そもそも対象のユーザーとグループは選べる画面をさっき紹介しましたでそのユーザーとグループ よりも、まあ、それは全体を広く設定しておきながら、こっち側でスコープを絞るっていうことができます。スコープフィルターの追加っていうのはできて、どの属性が何とかだったらやりますみたいな。うん、そういうことができるんですね。例えば、部署名が、部署名がイコール。で、部署名が HR だったら、 同期してくださいとかですね、はい、そんな感じでこうフィルターを追加していくことができるということなんですね。なのでユーザーグループの単位で同期対象を選ぶだけではちょっとやりにくいなという組織があればこちらのスコープフィルターで属性でフィルターをかけていくということができます。そしてオブジェクトのアクションとしてまあ作るいう。 っていうことですとか、更新する、削除するっていうことが全部サポートされているので、まあ、それをどれやりますかっていうことですね。作りはするけど削除はしないとかですね。まあ、そういうこともできるようになってますね。で、こちらが属性のマッピング。まあ、Azure AD のオブジェクトの属性、この FromTenant ですね。の方の同期元のテナントの属性が左側で、 ターゲットの Azure Active Directory の属性は右側でという感じになってます。で、称号に使う属性はこれですよみたいなことも指定できるし、その称号の優先順位なんかも決められるようになってますね。で、アカウントエネーブルドとかも同期されてますので、アカウントの有効無効みたいなことも、こう、属性がそのまま同期されるっていう感じになってますし、このマッピングの種類のところ。 直接、定数、式とかってありますけど、直接、こう、もともとの属性を書くぞ、相手のところにっていうのが、こう、分かりやすいですけどね。それ以外にも、定数っていうことで、何かこう、決まった値を書くみたいなこともできますし、式ということにして、少し文字列を変換しながら、相手のディレクトリに書き込むみたいなこともできるようになってます。 かなり柔軟にコントロールできる感じになってますね。ちょっと後で一度1個いじってみてやってみましょう。で詳細オプションみたいなものもね、表示して、詳しいヘルプなんかを見ることもできますね。はい、そんな感じでマッピング結構柔軟にできますということと、 設定の中でエラーが発生したときにメール通知するですとか、でご自作上を防止するなんていう設定もありますね。で、これやると何か間違って、何かいっぱい消すことになっちゃったときに、これ本当に消して大丈夫ですかみたいなことを聞いてくれるみたいな、そんな感じにもなってますね。であとはオンオフのボタンがありますということで、まあこんな感じの設定になっております。であとは監査ログ、プロビジョニングログなんかを見ていけるという感じになってますね。 じゃあちょっとユーザーを増やして実際の動機の様子を見てもらおうと思います。これ今見てもらうとですね、これゲスト、ゲスト、ゲストってなってまして、3人がいて3人がこう同期されてるっていう感じになってます。で少し構成をいじって同期テストした後の状態になってますので、まあ、ここに1人追加しつつちょっと同期してちょっとどんな感じになるのかまず見てみたいと思います。 今、マッピングは規定の状態にさっき戻したっていう感じになっております。で、ユーザーまたはグループの追加で、ちょっと同期最小のユーザーを増やしましょうかね。じゃあ、この読めないさん、これ何て呼ぶんですかね。ヘンリエッタ、ヘンリエッタさんかな。ヘンリエッタさんを追加しまして、選択。 そうするとヘンリエッタさんも同期の対象になりましたよということですねではプロジェクトビジョニングがこう定期的に実行されてるんですけど、まあ、一度そのサイクルを停止しましてはいプロジェビジョニングの開始ということでちょっと今廃止してもらいたいと思います増分サイクルが停止しましたとなって更新 はい、増分サイクルが完了しました結構これすぐ終わるんですよねこれ更新してみるとまだ来てませんねはい来ましたねヘンリエッタさんが、はい、やってまいりましたでちょっとごちょっと混乱させてしまうかもしれませんが今同期してですねこれメンバーになって同期されてますこれが規定のマッピングなんですね メンバーとしてゲストなんですけど、えー、メンバーになってますということですねで他の人たちがゲストなのでちょっとおかしいんじゃないかと思うと思うんですけどその辺どうなってるのかちょっと見に行きましょうヘンリエッタさんちゃんと同期されましたプロパティの編集とか見てみると きちんと、ね、同期されつつおユーザーの種類がメンバーになっているところを少し注目しておいてくださいきちんとねいろんなものが同期されてますねちゃんとね役職とか部署とかそういうのもちゃんと更新されてますねでユーザーの種類のところだけちょっと気になるところだと思いますので説明をちゃんとしておきます マッピングを見ると謎が解けるんですけどメンバーこれですねメンバーのユーザータイプこれがユーザーの種類でこの属性に対応してるんですけどはい定数となってまして定数値がメンバーなのでまあメンバーっていう属性で書き込みましょうっていう設定になってるんですねなのでメンバーなってるとでこの時に このオブジェクトあ、このマッピングを適用するっていうのが、オブジェクトの作成中のみっていうふうになってます。なので、オブジェクトを作成するときにメンバーにしろってこう書いてあるので、これメンバーになったということなんですね。で、他のユーザーたちは、こう、指導で後から変えたようなイメージですね。まあ、ちょっと同期のマッピングをちょっとテストで変更して、それで同期して、これで変えたんですけど、 まあでもでゲストになってるので、同期し終わってもゲストのままです。なぜなら、このオブジェクトの作成中のみ、この属性ですね、ユーザータイプの属性にメンバーと入れろと書かれてたので、その通り動いてくれてるっていう感じです。なので、メンバーにするっていうことであれば、オブジェクトの作成するのみで、 まあもしもね、これがメンバーじゃなくてゲストにしたいんだったら、作られた後で変えてくださいみたいな、なんかそんな感じの、まあ、規定値になってるっていうことですねあ。そもそもこのユーザーの種類のメンバーっていうのは、まあ、ゲストなのかメンバーなのかっていうことを選べるということです。これ、外部の Azure AD テナントから招待したら、まあ、普通はゲストに始めなってるんですけど、テナント間同期をするっていうぐらい、もう同期で構成する。 っていうぐらいの関係っていうことはもうむしろゲストじゃなくてメンバーですよねっていうことで規定値がメンバーになってるっていうまあそんなぐらいの理解を私はしてますマイクロソフトさんが規定値をそうしたっていうだけですねテナント間同期の時でこれ変更可能なのでこうゲストってやればゲストになりますということですそして初回の同期のみっていうかオブジェクト作成する時のみこれを入れろってなってるんですけど常時っていうふうにすると まあ常にに動機の変更すするってことこなりますちょっとやってみましょうか。これ今、ゲスト、ゲスト、ゲストってなってますけど、これらもこの動機が構成されているので、今、常時にしたので、これはメンバーっていうふうに変わるはずだということになりますね。ちょっと見てみましょう。 はい、ユーザーのプロビジョニング設定を更新しました。じゃあ今度プロビジョニングの再開ってやりましょうか、はい。再開お願いしますということで、なんか初期サイクルのところからやり直しになるんですね。再開ってやると。はい、こちらでは完了になりましたね。更新していってみますね。 はい。ユーザーの種類が全部メンバーに変わりましたね。今設定した通りですね。登記して、常時、メンバーにしてくださいってお願いしたので、メンバーになりましたっていう感じですね。なので、このメンバーなのかゲストなのかによって、この AzureAD テナント内でできることって随分変わるので、なので、テナント間同期を構成するときには、必ずこれがメンバーで同期されるべきなのか、ゲストで同期されるべきなのか、 で人によるって言うんだったら、初期状態をどっちにするのか、後から変更したときに、後からの動機で、それが上書きされないように構成するとかですね。はい。その辺のコントロールをきちんとうまくする必要があります。このチェックはほぼ必須ですね。で、あと、まあよくやるだろうと思うのは、表示名のとこですよね。表示名を、なんかこう、どこどこの組織から来たなんとかさんですみたいなのが分かりやすいようにした方が、まあいいんじゃないかと私は思うところですね。なので、その辺もちょっといじってみましょう。 プロビジョニング。で、マッピングですね。これ押したとき、初め押せないので注意してください。はい。ちょっとしばらく経つとマッピングを押せるようになります。で、このマッピングの名前を押して、で、ディスプレイネームの属性ですね。ディスプレイネーム。はい。ディスプレイネームが今、直接になってまして、もともとの、ね、ソースの 属性としてディスプレイネームっていうのは対象のディスプレイネームにそのまま直接ぶち込むという感じになっておりますので、まあ、表示名がそのまま行くわけなんですが、まあ、そのままではなくて、まあ、ちょっとね、式を使っていきたいと思いますね。式を使ってこれディスプレイネームっていうのを今ディスプレイネームに入れる感じになってますけれども、ここに 会社名とか入れてあげた方が分かりやすいんじゃないかなと思いますね。で、この式はどんな感じで書けるのかということで、ここに式ビルダーを使用するっていうのがあるので、これを押すと式をビルドできるんですかね。できそうですね。式のビルドが。これちょっと昨日押したら動かなかったので、今初めてちゃんと動いて、ああ、よかったと思ってるんですけど。で、これで、えー、式をビルドするというときに、こう、んでしたね。関数が選択できますね。 で使える関数がありますので、これアペンドってやったら、こう足されるんでしょうね。多分ね。みたいなのがいろいろありますので、まあ関数ってなんじゃらほいという方もいると思いますが、まあちょっとプログラムかじった方とか、エクセルの関数とか知ってる方なら、まあそれと似たような感じですという感じで、まあ関数自体の説明はいいでしょう。はい。まあ多分アペンドでできると思いますので、アペンドってやってみます。 アペンドソース、サフィックスとなってますので、まあ、ソースの後にサフィックスをつけるみたいな感じなんでしょうね。じゃあ、属性、どれを対象にこういうアペンド操作したいんですかっていうことなんだと思いますので、じゃディスプレイネームを、まず、選び。じゃサフィックスには、まあ、固定値入れてもいいんですけど、ゲストですよとかね、入れてもいいんですけど、今回は私としては、 えっと、これでカンパニーネームかな。まあ、こんな感じでディスプレイネーム、カンパニーネームっていう感じにできると嬉しいなと思いますね。で、これで式の追加、どんどんしていくことができる。あ、ここに入れられるんですね。で、もともとのディスプレイネームっていらないので、ちょっと消しまして、はい。アペンドでディスプレイネームを元にして、 で、こう、この、この文字を追加してくださいと。で、これでこんな感じでカンパニーネームってここに書けるのかどうか知らないので、ちょっと式をテストしてみないといけないですね。できるんでしょうか。じゃあ、このアデルさんでテストしてみましょう。アデルさん。はい。アデルさんを対象に式をテストしてみてください。はい。式の出力の結果はこんな感じになりました。 意図と違いますね。<laughs> はい。違いました。はい。カンパニーネームってこういうふうには書けないっていうことなんですね。なるほど。じゃあ、どう書くんでしょう。これが文字列になってるからダメなような気がしないでもないですが、ちょっとこうしてみましょうか。すみません。ちょっとこれ、仕様を知らなくて今やってるので、ちょっと申し訳ないですけど、カンパニーネームって、 スペル間違ってないですよね。そもそもカンパニーネーム入ってますよね、この人。あ、会社名、そもそも入ってなかったですね。失礼しました。えっと、入れます。 いや、動画を作成しながら、自分も初めてやることをやってるっていうことが、まるわかりですが、まあ、そういうもんです。じゃプロパティを編集して、まあ、ちょっとね、会社名を追加としてみましょうか。じゃカンパニー A とかってこう書いておきますね。 はい、そうしますとアデルさんの会社名が入りましたのでこうしてラれテストをしてカンパニーネームが来るのかなどうかな出てきませんいやでもこれは出ていいんじゃないかと思いますけどねちょっと待ってくださいねこういう時はちょっと一度ね あの正しそうなやつでテストしましょう、うん、テストってちゃん出てますねで次はカンパニーネームが間違ってないかうんカンパニーネームがヌルになってますね この式ビルダー、これちょっと最新のやつを持ってきてない可能性がありますので、すみません。ちょっと一度、戻りましょうか。はい、式ビルダー、もう一回出場します。関数で、まあ、ちょっとまずはこっちから行きましょうか。アデルさんで式のテストってやると、 このディスプレイネームっていうのはアデルさん出てこうやって出ますねと。はい。じゃあ、カンパニーネーム式のテストとやりますと、カンパニー A 出るようになりましたね。はい。じゃあ、この状態で、えー、アペンドを選びまして、ディスプレイネームにん、んどこ ディスプレイネームにサフィックスにカンパニーネームで式の追加といきましょうか。これちょっとあれですね。こうやってやるんだったら一度消してからですね。まあ、これで文法的には正しいでしょうと。でもこれはちょっとカンパニーネームってこういうね文字列を足してくださいみたいな意味になっちゃってるので、はい、こうなりますねと。なので、こうしてみましょうか。 はい、これで、まあ一応ね、表示名とカンパニーネームがちゃんと出てきましたね。たこれだとちょっとねあの、くっついちゃっててよくないので、アッペンド、アッペンド、多分3つ引き数って取れないと思うんですけど、一度やってみましょうか。多分これはうまくいかないと思うんですけど、配分、こんな感じで、気持ち的にはこうしてほしいんですけど、うん、ダメですね。はい これは知ってました、はい、なので、まあ、アペンドした結果のやつにまたアペンドするようにしましょうかこうするとディスプレイネームでスペースハイフンスペースっていう文字列ができますよねとはいできましたねとでこの文字列に対してさらにもう一回アペンドして このもともとの作られた文字列にはい、カンパニーネームを足しましょうということでこんな感じでよろしいんじゃないでしょうか。はい式のテスト。はい、こんな感じになりましたね。はい。こんな感じでじゃあこれで良さそうなので式の適用を押します。はい、こんな感じになりました。 で常時こんな感じにしてくださいということで OK を押しましてはい、はい、で属性のマッピングちょっと変えてみましたねで保存しましてあれテナント感動器 構成ではいこちらで、えー、プロビジョニング再開しましょうかはいそれはプロビジョニングのログ見てなかったですねプロビジョニングログ見てみましょうかそうするとこんな感じでアップデートがあったよとかですねいろんなことがこう見えるとでこれを押すと結構ちゃんとステップインポートして一致させる スコープ内にあるかどうか確認して、プロビジョニングするみたいなことがですね、ちゃんとこう見えるから結構いい感じですよね。で、変更されたプロパティはここですよ、みたいなこともちゃんと出てくるという感じですね。で、出てくるまでちょっと時間がかかりますので、待ってくださいという感じになります。このログに出るよりも実際の範囲の方が早い印象ですね。私がテストしてる感じだと。はい、こんな感じで、アデルさん。 はカンパニー、A、というのがつきましたねで他の人たちは同期して、この文字はつきましたけど、カンパニーネームが入ってないので、ちょっと空っぽになっちゃってますけど、すいません。それはあの私がカンパニーネーム入れてないだけですので、あまりお気になさらず、はいまあ、仕組みは分かってもらえたと思います。こんな感じで複数の属性を組み合わせて、何か一つの属性値にするみたいなことも簡単にできちゃいますね。 プロロビジョンのログのグ方はまま出てきませんね、はい、ちょっとこっちの方が出てくるの少し時間かかりますのでこっちはのんびり待つようにしてくださいという感じですね。というわけで同期できましたしある程度いじって遊びましたのでいいことにしましょう。はい、今回はテナント間同期。Azure AD のテナント間をこう同期してあげて対象のユーザーグループを8やると。 こら辺です、ね、こら辺でこうマッピングの変更とかもできましたね。ここで式使ってあげてこううんちゃかかんちゃかってこうマッピングするルールみたいなものをねはい結構柔軟にできるんだなっていうところを見てもらいました。で今回はこの一つの構成だけでやりましたけどこれ新しい構成っていっていっぱい増やせますからねはいたくさん増やせますので。 で他にも、ね、同期したい Azure Active Directory が複数ありますみたいな。複雑な環境の方がいらっしゃったら、こっちからはもうこっちにやる、こっからこっちにもやる、こっから,こっ,こ,っからこっちにもやるみたいな。こんなこともできますし、今回やってないですけど、逆向きにも設定をすれば、こっちからこっちにこう同期をするみたいなこともできますよね。やろうと思えば、かなり複雑な同期構成も組めちゃうということになるでしょうし、 その時のマッピングのルールなんかも結構できますね。なので、かなり複雑なことができちゃう。そんな感じの機能になっておりますということですね。はい、いかがだったでしょうかテナント感動器。Azure AD で、ユーザーをね、お互いに作り合っちゃうみたいな、そんな感じの素敵な機能ですね。ね自分たちでこういうものを作ろうと思ったら、それを動かすための仕組みが必要で、それを開発してとかですね。 結構大変だと思うんですけど、Azure AD の標準機能で、標準機能で、まあ、Azure AD の機能でそれが実現できるということで、非常に価値が高い機能なんじゃないでしょうか。そして、お約束ですけれども、これには P1 のライセンスが必要になっております。はい、無償版ではできませんので、はい、こういう素敵な機能はお金を払って実装してくださいということになりますね。 まあでも自分たちで仕組み作るよりはるかに安くできると思いますのでいいんじゃないでしょうか。P1 なんてね、結構皆さんどこでも使うのが当たり前みたいな感じになってきてるところもありますし、本当に他にも機能いっぱいあって使う価値がある。買う価値がある。ライセンスですね。Azure Active Directory P1。ぜひお買い求めくださいって言って、私は、私には別にお金が入るわけじゃないんでね、あれなんですけど、別にあのステマとかそういうんじゃないんですよ。でですね、今回のやつ見てもらうと、 多くの組織というかですねあの特に大企業とかだとおいいじゃないかって言って結構複雑な構成を組んじゃうんじゃないかと思うんですよね。でただ私としてはですねあのこういうテナント同期とかをまあ一個ねやるぐらいなら一個に集約しようって言ってこうねやるぐらいならまあまあいいんじゃないかと思うんですけど。 この機能を前提にして Azure Active Directory をあえて複数作ってこうやって同期してこうやって同期して,こう,て,期してこうやって同期してってもう1個作ったらなんか5個10個ぐらいなんかあちこちにアカウントが作られてそれによってこう1個1個でテナントのでセキュリティ設定をそれぞれ変えてみたいなもうねなんかねそういうもうこうわけわかんない超複雑な構成にしだす組織があるんじゃないかと思ってそこちょっと懸念してます。 やっぱね、あのシンプルイズベストなので、そもそもテナント感動器は、まあちょっと紹介しといていい機能だねって言ってなんですけど、まあ使わない方がいいと思いますけどね。あの、いや使うべき状況があって使うのはいいんですよ。うん、いいんですけど、えー、めから使うことを想定して、そういう設計を組んでしまう、難しい設計にしてしまうみたいなのは、まあトラブルのもとだと思いますね。混乱もしますし、やめた方がいいでしょうね、それはと思います。 それよりはむしろ Azure Active Directory はもう1個だけにしてテナント同期とか必要ない中でできますよということにすべきだとは私は思ってます。はい、そこはちょっとはっきりお伝えしておきますね。まあ、とはいえですよ。とはいえ、まあ、そうやってシンプルにシンプルに作ろうとしてたんだけど、まあ、会社が合併で統合しなきゃいけないとか。まあね、 合併先の相手ももう Azure Active Directory も持ってるし M365 も使ってるしもういろいろ作り込んでてこれを何かこうどっちか1個にするっていうこと自体がものすごく手間暇かかってしまうしちょっと大変すぎると。かといって、ね、お互いにこうゲストで招待し合うみたいなことをやるのもこう何千人何万人のユーザーがいてこうすごく不便である。なんとかしてこれをシンプルにシンプルに。 シンプルにするためにテナント同期がしたいと。そういう状況でぜひ使っていただければというふうに思います。というわけで、今回の動画はこのぐらいにしたいと思います。いかがだったでしょうかいいねと思われた方はぜひ高評価をしていただきつつ、ぜひ、えー、チャンネル登録もしていただきつつ、まあ、よければちょっとね、SNS とかでこの動画良かったよ、みたいな感じでちょっとシェアしてもらうですとか、はい。 ちょっとね、あのー、まあ、多分、このテナント同期いいなって思うのは、多分、仕事で扱う人だと思いますので、ちょっと仕事の仲間にちょっと紹介して、この動画良かったよ、このチャンネルちょっと応援してあげてって、こう、紹介してあげるとかですね。はい、そういうことをしていただけると嬉しく思います。というわけで、この動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。